シグナル株式会社代表取締役の加藤拓磨です。シグナル株式会社は主にコーヒー豆の焙煎加工であったりとか各種製造販売などを行っております。オーカーとはコーヒー豆を原材料とした新たなカテゴリー飲料となります。一般的なコーヒーとは違いまして、原材料としたコーヒー豆は同じなんですけれども、焙煎という加工プロセスが異なります。まあ、焙煎というのは水や油を使わない加熱プロセスなんですけれども、これまでそのコーヒーというものに関しては、まあ、一般的には黒い、苦い、まあ、単一で多く使用されることが多かったんですけれども、オーカーの場合はコーヒー豆を焦がしていないので黒くも苦くもないんですね。で、色も黄土色を英語にしたオーカーっていう風な名称なんですけれども、それによってお茶のような味わい、そしてさまざまな素材、ハーブなどとブレンドすることによってさまざまな香りであったりとかさまざまな味わいに変化をつけることが可能になりました。そうすることによってハーブとコーヒー豆の相乗効果を流してやったりとか、それぞれの気分でそれぞれの味わいで楽しめるっていう幅広い飲料にもなっております。今から約8年前2012年に僕の姉がですね、タイの少数山岳民族であるアカ族という、ミャンマーラオスに隣接する、まあ、ゴールデントライアングルと言われるような地域の少数山岳民族の村長の息子と結婚したんですよ。それがきっかけで僕がすごく面白いなと思って一人でその親族に訪問したんですね。で、その際にその親族がコーヒー栽培に携わっていたので、その地で見た、コーヒーの原材料であるコーヒーチェリーというものを見て、赤い果実だったんですよ。で、僕はそれまでコーヒーというものに興味なかったんですけれども、まあ、黒いというイメージしかなかったものがその地で見た現物としては赤い果実だったんですね。なので なんでコーヒーって黒いんだろうなっていうすごく興味も湧きましたし、実際にその親族がコーヒー栽培に携わっていたので、まあ、よりただ単なものっていうよりもなんかこうより近くに感じたりとか、そこで感じた魅力であったりとか、そういうものに惹かれて、コーヒーを何かしら自分にしたいなと思ったのがきっかけです。はい、僕の親族が携わるコーヒー栽培地につきましては、もともと今から約30年ぐらい前に王様のロイヤルプロジェクトとしてコーヒーの木が王様から与えられて、そこからコーヒーの栽培という事業が始まりました。歴史としては非常に浅いんですけれども、土壌であったりとかコーヒーに適した栽培環境っていうのがありましたので、30年間かけて栽培者の努力も重なってですね、非常に今では世界的にも品質高きコーヒー豆として注目はされております。会社としての今後としましては、そのオーカーであったりとか幅広いコーヒー豆の可能性を追求することによって、これまでコーヒーというものは、まあ、選択肢としてはまあ皆さんがこうイメージ通りの黒いああいった飲料を嗜好品として飲まれているだけしかなかったんですけれども、そこを幅広くこう追求することで新たなコーヒー豆の可能性であったりとか、今までコーヒーが苦手とされてきた方、そういった方々、あとはお子様ですね、お子様にも再度こうコーヒー豆というものを手に取るきっかけとなりますから、その結果私の親族が栽培に携わっているので、あとは世界でもコーヒー栽培者というのは数億人と言われていて、本当に10人とか14、5人、約20人に1人はコーヒー栽培に携わっているような現状が実はあるんですね。で、私がそこでコーヒー豆の幅広い用途を発信することで、そのコーヒー栽培者にとっても一つの還元ツールとなると思っていますので、これを私の使命と化してコーヒー豆の幅広いっていう可能性をとにかく追求して皆様にしっかりと発信していくっていうところを大切にしております、はい、ラボシグナルとはシグナル株式会社が運営する完全予約制にてお越しいただける研究所となります。主にコーヒー豆のお話だったりとか、まあ、僕のその家族ですね、家族の話だったりとか、オーカーについて、ハーブについてであったりとか、さまざまな今までではなかなか聞けなかったようなコーヒー豆のお話であったりとか、ハーブの話を皆様にしっかりとお伝えできればなっていうところになっております。